続いて J2 横浜 FC 三浦知良、北九州三浦泰年、 J 史上初の選手と監督による兄弟対決は開始1分でした。右からのクロスにカズ、これは惜しくも枠の外。そんなカズに対して北九州は厳しいマーク。試合はカズにゴールを決めさせなかった北九州が勝利するも、兄泰年監督は外から見ててもカズを止めるのは簡単じゃなかったと語りました。